こんにちは。ファイアーエスケープ、バグっちゃうステージなんですけど、裏でやってて、まあ、こうじゃないかなっていう形ができました。こういう風に積む。こうですね。下3つがつながってて、上のあの2つのパーツがある。これでいける。ということで、途中すっ飛ばしちゃったんですけど、解けました。一応自分のやり方、まあ今のなんですけど、最初にこうやっといて、こうすると、下に打ち込めるんですよね。っていうのをやってみましたという感じです。さて、じゃあここは OK で、やり残しはこれでなくなったはずですね。猫の次のエリアに行きましょう。といっても、まあ、すぐそこなんですけど。なんかエリアが、ちょっとまがまがしい感じになってたんですよね。火山のような。暗くて赤くて、っていうエリアでしたね。よ。ここ。マジで暗いな。じゃあ行きましょう。ショット。これしかない。させない。あ、打たせてからもう一回入れるっていう意味かあったよね。打たせてもう一回入れてもう一回打ち込む。あれ、これってさ、そうなんだそうなんだとしか言えない。そうなんだ。なんだこれ。ハンコだね。ハンコじゃないだろ。スピーカーかな。いや、ハンコ屋さんのさ、名字がたくさん並んでるやつ、あれ欲しいよね。欲しいのか。欲しいんだよ。なんかああいうグリッド帳に網羅されてる情報好きなんですよね。これを押すと飛び出して、向こうに持ってかないといけんずらよと。させない。あ、じゃあ一旦まず出すのか。あ、じゃあどこに刺さればいいか。刺させればいいかどこでもいいのかな。いや、もう一個奥かな。もう一個奥は、もう一個奥だったらソロで行けてたよ。いけないか。ここ打って、これも一緒に持ってってほしかったんだよね。あ、だー、じゃあそういうことか。あー、わかった。こっちじゃないね。内側だ。違う、こっち。ここで刺してこれを入れ直すんですが、こうで、これをこう、そうするとこうだね。なるほど。すごいギミックだよね。ライダーズ。ここで
撃ったやつが向こう側に行くから自分が上に乗りたいよねってやつだと思う。自分が上に乗るってことはまずセッティングして、でその後に左側の階段を使って登ればよい。でこの箱を落とせばよい。なるほどね。なるほどね。いやめっちゃ難しくなるよねこれ。もうわかるんだそういうこと。ここを上に行きたい。ギターケースと DJ ブース、これ横にも行けそうだけど、まあいっか。ブーストだけが歩けて、ここに箱があって、あそこに入れれば勝ちで、一段足りなくてここで持ってて撃てるといい。あ、ここで持ってて撃てるじゃん。ここにあるね。あるある。そういうこともできるわ。まあできるわな。できるんか。危なくない危ないけどできるならいいよ。言ってるけどね。トレンチラン、矢が斜めなのでまっすぐあそこにぶつけてあげたい。これに刺したい。そんな簡単ではないな。縦長があった方が良かったんだ。いや、ないけど。こっからまっすぐ打ち込むけど高さが足りないので、高さを稼いでさらに奥に押し込まないといけないが、これ乗っかってるもの、下にあるものがぶつかったら上にあるものって多分安静なしで落下だよね。その面でいけないのか。
なんでもいいや。差し込むには下に足場がないといけない。なるほど、あ、出ただ。うん、上にあるものはそのまんまの形状を維持して落下する。だから炎に当てるには、上が出っ張ってないといけないんだよね。あー、なるほど、上が出っ張って突っかかってここにぶつかればいいのか。でこれをジョイントするんだけど、これの上にこれを乗っけて、この形を、入れようとすると、入れられないんじゃないか。これを1個押したいんだけど、ずれちゃってる。ずれなきゃいいよ。この形で、この形で、この形で、この形で押し込みたいなぁ。How to do？ ん？ちょっと、普通には入れられなかったんだよね。形で奥に1個押さないといけない。もしくは上でその形を作ればいいか。あれ？そっちの方が早いんじゃないの？これ上で作ればいいんじゃないの？地を持ってこう、これを打ち込む。あれ？違う、こっち向きだから最初でよかったね。こうして、え？違うよ、こっちを持って、こうして足場の場所が悪い。こうで、これをこう、違うね、これの上に乗っければいいんじゃん。トライアンドエラーですね。この形をこうやっとできた。完成形が崩れていましたね。いやー、なんてことなかった。これ
これが1個あれば上には行けるよ。暗すぎて分かんないんだけど、サイドは行けそうにないのかな、これ。ここにはね、そこはね、なんかこれがこの竹が生えてるから登れないっていう感じかな。アライメント翻訳されてなかった。2発踏むと2発、うん、ん？なんかピタゴラ装置みたいなやつを作んないといけない。2発をキャッチできないといけない。あ、ちょっと待ってよ、ん？いや、待たなくていいよ。だってまずはどっちかを拾わないといけなくて、どっちかを拾わないといけないっていう選択肢が必要なのかな、これ。一つしか拾えない。矢が飛び出ます。あそこに燃やそうと思った時に、あ、じゃあ一つの矢は普通に接続として使うんだけど、もう一つの矢で送り出しをやりたい。でもその発想だとさ、二つの矢が、いや、生き残ってないとダメなんじゃないのかな。でもそれはできない。となると困るかな。これで連結なんだけど、連結をさらにここに差し込んで打ち込むだと思うんですよね。2つ矢を拾うことができればできそう。1つは自分が手持ちで、これを踏んだ時に1つのやつに 2個打たれればいいから、そこに箱を置ければいいんだよな。ここに、まあ拾えないだろうけど、いや拾えはするな。そこに箱を送るのってどうやればいいの。こうすると打たれない。あー、これ刺さってるわけではないけど、刺さってるわけではないんですよね、これって。あー、でも下があるから分かんないか。もう目の前にあると箱ごと押し込むっていうアクションになるんだ。なるんだ、それは。で、矢が撃たれた後であれば、その下の足場もなくて打ち込むことが可能。なるほど。いいチュートリアルですね。そこに気づけないと解けない。Return to sender、送り主に返送。行ったり来たりさせてるのか。これをここにやれないから、まず踏むしかないが、踏んだってしゃあないよな。これ持って踏んで、でこれを差し込んでから送ることでこの箱を押し出し、矢があり続けると撃ってしまうってことか。だから今回はもう矢がなくなったから、発射するものがないので左側の矢はそのまま落ちる。なるほど、ギミックですね。でもさ、今のさ、
どっちが先に撃たれるとかなんかあるのかな。なんで右側のやつが先に撃たれて、あ、それはあれか、左側が入ってなかったからか。そうだね、左側も刺さってれば同時に撃たれるんだね。ティーヌス、じゃあラリーだ。ゴールはここだけど、真ん中で止めるには真ん中で止めたい。両方の矢が打ち込んでど真ん中に落ちるとなんか良さそう。最初にこれを打ち込んどくことでこれが飛び出して、今回は何もできなそうか。ん？これまたテニスになっちゃうからな。そうだね。そうだね、じゃないんだよ。ああ。もう、あ、もうちょい。あ、こっち向いた時に増やせればいいんだ。こう。こう。なんか、考えるというよりは、結果的になる形になったから慣れましたみたいな感じ。さらに、全体的に、クアドランツ4分円、矢は一発、このゲームはね多分ね、なんかいや実は矢の移動は使わないんですよみたいなステージは出てこないと思う。そういうかましみたいなことはしてこないと思うんだよな。これ1回で向こうに渡るよしかなく、あれを取りに行くためには横長にの足場を作る必要があり、とりあえず矢を撃てばいい。刺しました。一旦作ったものを作り直す、矢を抜くってことはできないと思ってるから、あれ？
ましてきたな。このゲームかましてきたな。さっき言ったやつ思いっきり実は矢で飛ばしませんようのステージ出てきちゃった。このゲームやってるわ。ターニングザコーナー角を曲がって1個で、ここは通る、うん、違うな、1個じゃないな、ここにもある。でそこを渡るとそうなって、渡った先で一発撃つのみ。え、じゃああそこの起動装置から上に飛ばしてそのまま左に飛ばすっていう装置を作れるのかな。撃って戻るはできないから矢をどっかに準備しとくってこともできない。でゴールはそのまま左に飛ばせれば勝てるから、下から上に飛んできたやつがそのまんま左に飛べばよいが、こうしちゃうと多分、ちょこれやらして、これ多分同時に飛ぶからこうなるのよ。でこれではいけませんよね。なんか上は飛ばないんだけど下だけ飛べるよねみたいなやつを作りたいんだよね。上の矢は飛ばしたくない。下から上に撃たれた時に右に向かって押し込む力っていうのが欲しいような気がする。そんなことはできないね。でも落下する力でも上にこう奥に押し込む力でも右側のベクトルはないね。なんとかするんですよそれ。いろいろやってみる。左に飛ばさせないんだったらこれをこうしとけば飛ばないのはわかる。でも飛ばないんですよこれは。こういう場合ってどういう風に置くんだろう。あーなるほどね。そうだね、なるほどね。いや今さ、あそこで突っかえたまんま動かないかったらどうするのかなって思って試してみたら、いやいやそんなことないわ、突っかかんなかったね。ちょっとたまたまできちゃった。あーちゃんと考えたかったな。イロージョンお試しでやったことが正解しちゃった時に。崩壊しまくる床。あれ箱どうやって取りに行くの。まずえ、燃やす、燃えてるものってなんか特殊能力あったっけ。あーそうか、させない。これは足場に使うと思うんですけどね。これをこっちに持ってきて刺して帰り道に使って、あーそっか、で燃やせばいいんだ。やっぱり燃やすのかな。じゃあここで踏めば矢が飛び出すからこれを差し込んで打ち込んで終わり。うん、燃やすと矢が出るよっていうのはなんかどっかのステージで見れましたもんね。グレイブヤード、ばあさんが死ぬゲーム。針が飛び出す。でも矢がないんだね。うん、
なんでこのエリアでこのステージ出してきてるのかの意図がつかめないな。知らない意味かあんのかな。え、めっちゃ普通、めっちゃ普通すぎて逆に疑問。なんだこれ、なんでだわからぬわからぬ、なんでこんなものが出てくる。全部解いてるんだよね。じゃあ今回はこんなもんですか。次回扉でも上に行けって感じだよね。あと1個解ければ上には行ける。じゃあ今回はここまで。お疲れ様でした。